2016年リオデジャネイロパラリンピックにて、広瀬淳子は山口県山口市出身の日本の柔道家。視覚障害者柔道 57kg 級の選手。身長 158cm。急性は三輪。柔道は小学校5年の時に少女漫画合わせて1本に影響されて始めた。小郡中学から西京高校へ進むと、 インターハイにも出場を果たした。ところが、花園大学社会福祉学部臨床心理学会1年の時に抗原病を患ったことで視界が狭くなり、一旦は柔道から離れた。しかし、障害者スポーツのゴールボールの試合を見て心を動かされたこともあって、視覚障害者柔道で復帰することを決意した。2014年アジアパラ競技大会で2位、2015年には、 アイビッサワールドゲームズで5位に入った。同じ資格障害者柔道で活躍していた広瀬優と国際大会で知り合うと2015年には自らプロポーズして結婚した。共に伊藤中丸紅鉄工に所属していることもあって夫の指導を受けながら夫婦で練習に取り組んできた。とりわけ得意でなかった寝技を夫の丁寧な指導によって物にしていった。 結婚後は、夫の出身地、愛媛県松山市を拠点としている。2016年のリオデジャネイロパラリンピック代表候補選考会では、夫と共に優勝を飾り、夫婦揃ってパラリンピック代表となった。リオデジャネイロパラリンピックでは準決勝で、地元ブラジルの選手に敗れたが、3位決定戦で、スペインの選手を一本背負い投げの技ありから抑え込む合わせ技により、 銅メダルを獲得した。パラリンピックの柔道競技で日本の女子選手がメダルを獲得したのは柔道が正式種目になった2004年のアテネパラリンピック以来初めてのこととなった試合後には本当に旦那さんが指導してくれて取れたメダルでもあると思うのですごく感謝していますとコメントした9 0ラム級に出場した夫の優は初戦で敗れるなどして12位に終わり 夫婦揃ってのメダル獲得はならなかった。2018年、アイビッサワールドカップで国際大会初優勝。2021年8月に日本武道館で開催された東京パラリンピックに再び夫婦で出場。28日に行われた競技では準々決勝で、敗れた後、敗者復活戦を勝ち上がり、3位決定戦で過去3戦全敗の世界ランク1位。 JNFJ クと対戦。先に墨落としで技ありを奪ったが、残り26秒に J クの横落としで並ばれて延長に突入。延長戦で再び横落としで技ありを奪われ、5位となった。2016年受賞。ありがとうございます。